政令指定都市の位置、全国に20市ある。政令指定都市は、日本の地方公共団体の一つ。法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことである。略称は、政令市が頻繁に使用されるが、正式略称は、指定都市である。ただし、警察法や道路法などでは、指定市が使用される。地方自治法において、 都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として第二項の事務で広域にわたるものを処理するが、政令指定都市は一般の市町村や中核市と比べて都道府県の権限の多くを委譲される。2021年現在、全国に20市が存在し、日本の人口全体の約20%に及ぶ。指定都市の制度は、 日本の大都市等に関する二つの特例制度の一つであり、1956年に運用が開始された。これに先立つ1947年、国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発。これに変えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった。地方自治法。 第2編第12章第1節大都市に関する特例に、指定都市に関する特例を中心とした規定がある。指定都市は人口50万以上の市とされている。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度、第3節に規定がある特例市の制度である。指定都市は条例で区を設けるものとされている。この区は、 東京都の特別区と区別して行政区と通称される。指定都市の制度は地方自治法の1956年の一部改正に含まれる形で同年9月1日から実施された。同日から指定都市を指定する政令が施行されて後市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している。 なお、指定都市の制度により、大都市に関する二つの旧制度が置き換えられた。一つは、古大都市行政監督に関する法律を根拠とした制度で、対象は、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市、横浜市であった。もう一つは、地方自治法を根拠に1947年以降、法令上に存在していた特別市の制度で、 人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には1市も指定されなかった。2016年10月現在、全20指定都市の推計人口は約2756万人であり、国民の5人に1人は指定都市に居住していることになる。8地方区分ごとの政令指定都市の数は、北海道1、東北1、関東5、中部4、近畿4、 中国に、九州三で、四国のみ、政令指定都市が存在しない。政令指定都市は、都道府県からの権限の異常等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き、等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができる。地方自治法、第252条の19の、第1項までを抜粋。具体的には、 主に以下のことが可能。地方自治法第2編、普通地方公共団体第12章、大都市等に関する特例では、政令指定都市、中核市それぞれに関する特例制度が規定されている。特例により持ち得る権能は、指定都市が最も広い。政令指定都市、中核市いずれに関しても、権能の範囲など、 特例の具体的な定めは、ほぼ政令に委ねられており、対応する規定が、地方自治法施行令、第2編第8章にある。特例市の制度は2015年に廃止されたが、廃止時に、特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は、施行時特例市と呼ばれ、中核市以降に再始経過措置が取られている。指定都市が特例で、処理できる事務は、 第252条の19第1項で掲げる19の事務のうち、都道府県が法令に従って処理するとされているものから、政令で定められる。また、事務処理への都道府県の関与については、都道府県知事や都道府県の委員会のことになっている。中核市に関しては、処分について A に相当する特例規定はない。命令について B に類似する特例規定はあるが、 委員会の命令は対象とならない。なお、地方自治法以外の個別法令の規定や都道府県の条例によっても権限が異常され得る。指定都市は市長の権限に属する事務を文章させるため、条例でその区域を分けて区を設け、区の事務所または必要があると認めるときはその出張証を置くものとされている。この区は行政区と通称される。 区の事務所、通称区役所の長は、当該指定都市の職員の中から市長が任命するのが通例である。指定都市は必要と認めるときは条例で区ごとに区地域協議会を置くことができ、その場合、その区域内に地域自治区が設けられる区には区地域協議会を設けないことができる。区役所にどの程度の業務を担わせるかは、指定都市によって幅がある。 戸籍、住民基本台帳、租税の負荷、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的、基本的な窓口業務のみを担当させる、小区役所制もあれば、保険、土木、建築などの業務も含めて、幅広く行う、大区役所制もある。以前は、地方教育行政の組織及び運営に関する、法律に指定都市に関する特例が定められ、 指定都市の権利負担教職員の任免、給与の決定、給食及び懲戒に関する事務、並びに研修は、当該指定都市の教育委員会が行うものとされていたが、平成29年以降は給与負担も異常され、合わせて教職員定数の決定権も異常された。指定都市自体が独自に警察を設置、運営することはできない。ただ、 各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合、指定都市に対応する市警察部を設置する。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や、指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。実動部隊を備えているのは北九州市警察部のみである。指定都市においては、 消防の専門部隊である特別高度救助隊の設置が義務付けられている。これは総務省消防庁の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条の規定により特別高度救助隊を東京都及び政令指定都市に第5条の規定により高度救助隊を中核市等に整備をするとされ高度救助隊の数のうち 特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあっては1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とすることになっている。そのため多くの指定都市では高度救助隊と特別高度救助隊の両方が編成されている。指定都市では都市計画で区域区分を定めるものとされている。よってスプロールかどころか過疎化が問題となるような地域が 指定都市の一部となると、その地域が区域区分で市街化調整区域とされることにより、その地域での開発行為が法律で制限され、結果的に過疎化が深刻化する恐れがある。反対に、区域区分で新たに市街化区域とされた地域では、土地、建物について固定資産税に加えて都市計画税が課されることになる。また、法律上の首都圏、近畿圏、 中部圏内に指定都市が誕生すると、その指定都市の区域内の市街各域にある農地は、地方税法不足、第29条の7の特例の対象外となるので、その農地についての固定資産税と都市計画税は、宅地並み課税とされ、増税となる。指定都市は、都道府県からの権限異常等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、 都道府県との間の手続き等を減ることなく都市独自の施策を実施することができる。しかし都道府県に包括されており都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため一部の事務は都道府県が行っている。以下に都道府県と指定都市の間の役割分担の1、例を示す。このほか 後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、都道府県の区域ごとに、当該区域内の政令指定都市を含むすべての市町村が加入する広域連合を作り、そこで事務を取り扱う。指定都市の区役所は、窓口代理業務を行うのみである。留意すべき、問題点指定都市以降にあたっては、異常にあたっての行財政上の問題として、 おおむね次のような留意事項の指摘がなされている。財政上の問題以降に禁する事務以上により、指定都市に新たに発生する財政需要額はおおむね5600億円程度とされる。これに対し、税制上の措置として指定都市に図られる増収対策の半分以上は道路の管理に関する予算で、それ以外の特例事務との準計でおおむね3000億円程度。 税制上の措置が不十分であるとされる。指定都市制度には都道府県側から指定都市側に対して交付金を交付する制度がある。ものの、行政上の負担割合の変更に伴い、逆に減収となる項目も存在する。このため、負担事務の増加に見合った増収を十分担保する措置が必ずしも確保されるわけではない。こうした経緯から新規に指定都市へ移行する市の場合、 移行と行政改革がセットで語られることがある。特に平成の大合併期にスケールメリットを期待した合併を経て誕生した指定都市では移行に合わせて地方債の繰上げ召喚、これまで一般市町村として担当した行政分野での職員定員削減などが行われる。行政上の問題上述の通り、指定都市は各分野につき、 完全に独立した行政を担当できるまでの事務以上を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど受験がない。一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき、共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがある。法令上、指定都市は一部の特例措置を除いては、 一般の市町村と同列の制度の適用を受けるため、都道府県が市町村の行政を審査する行政府副審査制度に関する事項など、両者の関係について曖昧な部分もある。新たな法令を制定することを通じ、都道府県に指定都市に対する勧告権を付与し、指定都市内の行政に関する関与権限を弱める案などが提唱される。以下に大都市制度の遠隔を記す。 以下とは別に、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法が大都市圏制度として制定されている。地方自治法第252条の19が定める指定要件は、政令で指定する人口50万人以上の市である。名分の要件は人口50万人のみであるが、総務省は立法の経緯、特例を設けた趣旨から、 人口その他の都市としての規模、行財性能力等において、既存の指定都市と同等の実態を有すると見られる都市を指定するとしており、指定は国の裁量に委ねられていることから、人口50万人を超えていても指定されない市は多く、自治体からは人口50万人のみを要件とすべきとの意見も出されている。以下では、国の運用基準としての指定要件について記載する。 指定都市になるための人口要件は50万人以上。しかし、実際の運用基準として以下のものが並立して存在するとされる。5大都市を基礎にするし先行指定都市と同格の人口を要する市市町村合併をした自治体に対する運用基準間は措置以下に記載する人口は指定日直近の法定人口。なお、比較のため指定前年に 国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口も復帰する。五大都市1956年において、地方自治法上の有志各市には、戦前から区政を敷いている五大都市、及び区政を敷いていない福岡市の経六市が存在した。しかし、制度創設経緯から五大都市のみが指定都市に移行した。神戸市は、 推計人口では1939年に100万人に達したが、法定人口では1940年実施の国勢調査で96.7万人となり100万人には達しなかった。その後、第二次世界大戦の激化や神戸大空襲により、推計人口は30万人台にまで落ち込んだが、戦後に周辺自治体と合併して指定都市となった。 翌月の1956年10月1日に推計人口で100万人に達した。ただし、法定人口で100万人を超えたのは1960年の国勢調査が初である。このため、五大都市以外に制度の適用を広げる際には、神戸市を先例として、おおむね100万人以上の人口が運用基準とみなされた。先行指定都市と同格これ以降、 福岡市を先例として人口100万以上または近い将来人口100万人を超える見込みの80万人以上の人口が運用基準とみなされた。ただし北九州市は2005年1月1日推計人口から100万人を下回り続けている。詳しくは日本の市の人口順位を参照。これら4市のうち千葉市以外は 現在も100万人を上回り続けている。なお、千葉市の人口は令和2年10月1日時点で97万5210人である。期間限定措置、平成の大合併に際して2010年3月までに市町村合併を行った自治体には期間限定で運用基準の緩和がなされた。ただし、どの程度の緩和がなされるか具体的に明記されなかった。 なお、静岡市は2017年4月1日推計人口から70万人を下回り続けている。事実上の人口要件を満たさなくなっているが、総務省は、政令市の指定取り消しはないとしている。都市機能や行財性能力については特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、 これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。第一次産業就業者比率が10%以下であることとして形態、機能を備えていること以上事務処理能力を備えていること行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること、指定都市以降に関して、県と市の意見が一致していること指定都市以降の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで、 指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で指定がなされている。市議会で指定都市に関する意見書、議決知事や県議会に対し指定都市の実現への要望書を提出県議会で指定都市に関する意見書、議決総務大臣に対し指定都市の実現への要望書を提出関係省庁との協議指定都市以降の閣議。 決定政令の交付指定都市各市の2013年度の財政規模は以下の通り。市民一人当たり資債現在高は本項目の資債現在高から最新の推計人口で割って算出。市町村の合併によって現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし市町村合併協議の難航などにより実現の見通しが立っていない都市が多い。また、 実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として、指定都市への移行を視野に入れるとしている市もある。なお、指定都市への移行を見据えた合併構想が持ち上がっている地域の多くは、都市圏を基礎としているが、必ずしも既存の広域行政圏とは一致しない。以下に示す法令は、総務省行政管理局提供の委員が部、法令検索により閲覧できます。 ありがとうございます。